な寂しいって言ってくれてる。嬉しい。寂しいって言ってくれて。さっきアイピもなんかツイートしてくれてた。お話が当たった。わーい。まだ多分二次申し込みもあるかな。みんな来てね。まだやけど申し込みは。そう、7期生に囲まれてたって。そうなの。そうなの。アイピと写真撮った。アイピもめっちゃなんか寂しいって言ってくれて嬉しい。一時申し込みで当たってわーい。それに悲しいけど楽しみ。ご飯も楽しみ。今回も話し会全部顔出します。待ってます。こうやったら NMB 劇場の支配人になって。じゃあご飯もちょっとツルツルにしなあかんかな。わーハート。なんか今日眼鏡乾燥して、やばい、めっちゃ乾燥して、ちょっとあの涙が出てくる。カピカピ。多分コンタクトがちょっと乾燥してるかも。卒業後の目標はありますか？目標なんやろ。なんやろうな、目標。とりあえずあの、なんやろ。難しい。ちゃんとお金を稼いで自立できるようになることかな。最近乾燥してるからコンタクトやばい。ほんまにやばい。もう今日ほんまにやばい。なんかカサカサですね。乾燥してない涙出てきた。カワタいなくなるとアキタも寂しそう。なんか今日美咲がなんかアキタンだったらしくて、なんかコハタンいなくなって寂しいですかって言ったら、もう寂しいなみたいな感じで言ってくれてたらしい。嬉しい。イエーイ。コハは会ってないねんけど。そう、コハは会ってないけど美咲が教えてくれた。寂しいって言ってくれたらしい。カータンの話し会初めて申し込んで、わーい、ありがとう。アキタンと冠ライブ。そんなんもうダメ出しばっかり。そんなんもう冠ライブ幕開かへんわ。元気に笑顔で切ってくれたらそれだけで嬉しい。おじさんなんでる。みんなもね。ナイス。みんなちょっと卒業しても友達。せやな、もうマブたち。アキタンと謎歌を歌っていう。どういうこと？スイちゃんめでた。ありがとう。まだでもな、コハバな、まだな、20歳にはなってないね。式は今年やけど。でも成人の代やから。ツイッターも消しちゃう。何もそんなんはまだ何も考えてないかも。わあ、ハート、ありがとう。ゆうちゃん、しかもヒョウ柄や、かわいい。成人式楽しめたかな。楽しかった。 NMB のも楽しかったし、高校のやつも楽しかった。10期生密着に秋田の秘書織坂。秘書な、秋田秘書いる。
二十歳になってから卒業、ほんまや、せやな、そうなる。シナモンの誕生、同じ誕生日、そうでーす。全部の日程申し込んだよ。わー、ありがとう、待ってるね。卒業までにコハタに会いたい。会いに来て。お話し会もあるし。コハタン心理カウンセラー資格取って NMB の心理マネージャーで復帰 してほしいだけ。みんなの心のケア、面白い。それは初めてのポジションや。振袖めっちゃ似合ってて素敵だった、ありがとう。わーい、最後の生誕ってあるのかな、どうやろう、分からん、まだ全然分かんないけど、今日なんか美咲の生誕ティーちょこっと見せてもらったら可愛かった。まずはわしの心のケアから。ピュアラジ出演って、まだあれやけど、ゆなくん、ゆなくんにも今日、ま、一瞬やけど会えた。振り袖めっちゃコハタンっぽかったって、可愛すぎた、わーい。そう、コハっぽかった。なんかあの、なんていうの、あのなんだろう、紫とかなんかちょっと大人っぽい振り袖も着てみたいかなって思ったけど、まあ、大人になってあの柄とかあの髪型絶対できひんから、ちょっとあれにしました。振り袖と髪型。わ、のぶさん、ハートありがとう。そう、特にピンク似合ってた、わーい。カワタンの代わりにハムスター買うことにした。え、そうなん、嬉しい、コアも買いたい。紫好き、なんか紫も好きやけど、そう、48タイムスのコアニャの記事読んでよ、わー、そう、リツイートしたからみんな読んでみてね。大人になって和服着るの期待してます。あのぶさん、ありがとう。タコ花粉症なんかな、花粉症ちゃん、なんかそのコンタクト、コンタクトがなんか乾燥してめっちゃ涙出てきて、その影響でなんか鼻も詰まってきた。全然花粉症じゃないんやけど、もう目がなんか目と鼻ってつながってるんかな、なんかコンタクト入れたらあのなんか鼻詰まるときないですか。マジで最近コンタクトカピカピが、それほんまにもうやばい、顔も乾燥する。目と鼻と口はつながってる、そうつながってるねん。いいから、なんか、コンタクト入れたらめっちゃ鼻詰まってくる時あるけど、まぁ、ちょっとしたら治るけど。耳もマジで、ご飯の部屋の照明難しいわ、ここら辺、ここら辺がいい、この辺がちょうどいい。目薬さした目薬の味する、そうなん、それは初めて聞いた。コンタクト入れて鼻詰まりは聞いたくない、嘘。嘘、コハめっちゃ塗るねんけど、コンタクト入れたら鼻水出てきそうになる時とか、普通に詰まる、鼻詰まりみたいになる時とかある。
みかんのお家ありがとう。あ、今日の服はシナモン。パジャマやけど。わあ。ああ、これ何？あ、これあれやん。ユナのあのうちでの小槌ちみたいな歌のやつじゃん。1年前のなんか歌ってた。違うかな。うちでの小槌ちみたいな。あったくない？ユナのファンの人いるかな。わあ、タコもありがとう。ヤマピーさんもノブさんもミスミンさんもありがとう。卒業するまでに R2D2 の後継者を8期生から選ぶ。誰がやってくれるんかな。やってくれる人いるんかな。8期のことお部屋なしした。ご飯成人式の時のあのみおちとみおちちゃんとあのあやぴょん、これあやちゃんって呼ぶとか言ってたけど、あやちゃんとはお話ししたけど、その成人式一緒やった子以外はまだ一回も誰とも話せてないです。お話し会のコーデ決まった？そう、全然決まってない。どうしたらいいと思いますか？なんかモバメで聞いたけど、なんかまだ全然決まってない。卒業前にもう一回モモネさんのアマビエやって、でも YNN さんに言ってください。私の話し会で R2D1 のコスプレしますか？しません。あれ結構大変やん。多分お話し会椅子座ってやるけど、多分座られへんあれ。R2D1 の後継者はあえてユミさんに。なんでユミさんはあれやあかんで、なんかあるもん。ミュート、あの石ダースベーダーやから。でもシーザリンコーデはするんやろ。全然決めてない。それも座られへんかったな、いろいろ設計です。ミコさんとか、ああそっか、1月っていうかな、過ぎたし、ありかも。起き上がられへんし、確かにユミさん赤に。そう、どうしようかな、本当に何も決めてない。まあ私服も結構なんか可愛い私服着たいなと思ってるけど、全然決まってない。無理を承知で振り袖が見たい。振り袖は難しい。着付けれたらいいんやけど、自分で着付けるの難しいの。当日の お楽しみも全然あり。確かに、なんかみんなが作ってるシークレットデーってコーデ、わかんないってやつ。髪の毛、あ、タコちゃんありがとう。じゃあコハの髪の毛がちょっと暗くなったの気づいた？みんな。ダラン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 。秋田コーデ頼みますか？秋田色かなりすごいのになりそうやな。ここら辺のなんかなんだっけ、ハリネズミの服とかな。秋田のゲラ先生はなんか言ってた。なんかミサコハは直接話してないけど、ミサキが今日言ってくれたみたい。そう、黒染めに
強制黒染め、強制黒染め。みんな気づいたかな、光やから難しいか、見にくいな。確かに光自然光じゃないと難しいかも。振袖着るから暗くしちゃったもんだけ違う。そうなんか振袖みんなやっぱ振袖の時はなんかなんだっけ、黒髪の毛暗かったみんなの、そんな感じやった。卒業までに栗原さんとの絡みみたいななんてど絡みってどうやって絡むとかもうそんなんできないですマジ人見知りなんで、もう母はちょっと緊張します黒似合う？やったそうかな、コハ自分はまあでも NMB 入ってからは黒だからあれやけど、茶色の方がいい気がするんですよね。みんな黒似合うってやったご飯のママさんとお話ししたい。なんでなんでママと、ママ変な人やでさっき買い物一緒に行ったスーパー、地雷とかしてほしいかも。地雷あれお話し会とか、わあだるまありがとう。48タイムス見ました、みんな見てね、リツイートしてるご飯のツイッターで。茶色を見たかったな、そうご飯茶色にしたい茶色にしたい。ママたんこの前劇場電話してたもんね。はい最近怖い。妹二人は元気？元気、なんか2番目の妹は成人式祝いみたいな感じでめっちゃシナモングッズもらったちょっと待って、なんかいっぱい難しい、見せな伝わらんかも。スマホリングとかシナモンいっぱい。コハタン地雷とかヨヨさん型メイク絶対似合う、わーいシナモン大好きやし。染めたらしれっと投稿お願いします成人祝いもシナモンな、そう妹からのね。誕生日同じ、そうですシナモンめっちゃあるで、ここにもおるし、ポーチこの櫛もシナモン。でもなんかな、これ黒染めしたからかな分からんけど、櫛がなんかこの染めたやつがついて櫛が黒くなってもう汚くなって最悪ですほんまに最悪。これは関係ないけどコンタクトケースがシナモンカラー、そう真っ黒でも汚れてるわけじゃないんです、これは黒染めしてその染めたやつがついて黒くなったんです汚れてんじゃないで、なんか染め子みたいな染めたやつがついた。だからもうここだけ見て、シナモンのとこだけ。そう、もうこれ新しいの買わんと汚い卒業待ちに伝説の高校仲良し3人配信もう一度
マジで高校の時、高校の成人式で会えたよ。モバメに、モバメにあの送ったけど、3人の写真見た？モバメ撮ってくれてる人。コアルちゃんをしてたから一生シナモン見た気がする。確かにコアのこと、ファンの方はシナモンめっちゃ見させたかも。ハートありがとう、ミスミンさん。そう、ここにもいるしね。マジで串買わないと。ちょっとシナモンじゃないのも買ってみようかな。なんか同じの買うのちょっとあれじゃない？ちょっと一回洗ってみよう今日。シナモンコード話し会マジで楽しかった。楽しかった、覚えてる、めっちゃ。モバメ昨日から撮ってます。あ、タコありがとう、あゆちゃん。そう、シナモンね、めっちゃいっぱいある。ここにもあるわ、これキーホルダー。あ、見えないと白飛びして。シナモン白いから、これも一応シナモン。これはチーカワ。最後に冠やってほしいな。どうやろう、まだ何にもなんかそういうのはまだ決まってないんですよね。コアタもチーカー持ってる。そう、チーカーは。なんかコアの仲良し高校3人で、組で。チーカーは、チーカーはの3種類いるじゃないですか。その、勝手に決めてるんです。めっちゃ、あの、身内ネタやけど。100均のチーカーはグッズいっぱいあった。そう、これも100均。100均のチーカーは。ちいかわってめっちゃ LINE スタンプで、なんか無料で、あのお友達追加したらもらえるみたいなあるじゃないですか。それ新作出たらみんなで、あの新作出たって言ってみんな喜んでる。この前 UFO キャッチでちいかわ撮ろうとして撮れへんかった。ピエンマイティ撮れてたよな。まあでももうちいかわ好きはもうマイティの方が断然さまさま、マイティさまさまです。コアは全然、チーカワはそんな詳しくないかも。マイティの方がチーカワ愛はすごい。コアにわか8割ファンです。コアの歌声好きなんで冠公演してほしいな。そう、シナモンが知事のちいかわライトで、そうそうです。こっちはシナモンが知事です。でもちいかわはちょっとにわかです。マイカワ。カートンのかけだんこのガール誕生したのほんまに感謝。後ろのかごには何が入ってる？もうめっちゃもういろんな入ってる、なんかもう詰め込んでる。ここら辺とかもコードがもうではみ出てるもん。こことかもなんかもういっぱい入ってる。これリボンとかも出てきた。あ、ピーチ。はい。夢と希望とリボン、あ、ピーチ。あ、ピーチもここにもいますよ。はい。
あーもう最近はねマジレポートがなんかもうレポートめっちゃ多くて、もうあのもうちょっとであの春休みだからもう死にそう。あらもっちゃん、もっちゃん、小春ちゃんをしてからピーチも10年分ぐらい見た。確かに、あみんな 今レポートあるって。ほんまや、そうマジでほんまにレポート多すぎ、無理。しかも小春全然頭良くないからさ、もうレポートのな意味から分からへんねんレポートやる前のななんかこういうのを見てこれをこう書きなさいから意味分からへんかて、もう友達に電話してどういう意味これって言って、レポートする前のあの説明文が分からんっていう。まずレポートどうやってやったらいいか分からん、言葉まあちょっと大学の先生ってなんか言葉めっちゃ難しい言葉使うよねもっと分かりやすくしてよあ、タコちゃんありがとうそうめっちゃむずい、ね、ほんまに。もっと柑橘じゃないし、確かに卒業できんで教授頭良すぎて困る、それなそれなほんまに。マジで難しいわ。よく大学合格できたね。なんでひどい。ご飯は頑張って勉強したんだから。本当に。もう1年ちょっとぐらい。わあのぶさんありがとう、熊吉の票。俺だと難しそうに見せてるね。そっか、そんな子落としてるんか一般受験、はい受験した。めっちゃ大変やった。多分一生で一番勉強したと思う。でもあれ以上勉強する日は多分もう来ない大丈夫、和田さんも他大学卒業できたんだからそうだね、みみもできたから声もできるでもなんかオンラインも多いから、なんかそもそも単位が取れてるんかもわからん問題も起きてる。ミュウはレポートにプーって書いてそうプー、癖の強い先生いる、わからん。でもやっぱいるね、いる。でもなんか高校の先生もめっちゃ癖強かった。なんかその高校の成人式でその先生からのビデオメッセージとか届いたんですけど、なんかそれもなんかパンダの被り物とかめっちゃ用意して3つ5つぐらい、おいで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 パンダとか言って被って、でなんかもう最後はラブ&ピースですみたいな感じで、なんかビデオメッセージ終わった先生とかいたほんまに意味わからなすぎ。でもまあ面白かった。あのなんか音楽発表会みたいなのが高校の時あって、音楽発表会定期演奏会みたいな、その時にそのクリスマスぐらいやって先生たちも一曲歌うみたいな時に、その被り物5個か6個ぐらいあの他の先生にもその人が配って、そのみんな被らされてた。それをそのあのお前成人おめでとうメッセージの時は一人で被ってましたね。うちの先生もパンダのコスプレして授業してたやば、
パンダでも絶対可愛いやん。コアの先生もっとなんか鎧みたいな、なんかこんな仮面みたいな被ってる時もあった。夜中に職員室に置いてたらめっちゃ怖いらしい。バラもありがとう。そういえばパンダ好きキャラは継続中。パンダ好きキャラっていうかマジでパンダ好きやね。こう小学校の時から使ってるメルアドのにもパンダが入ってるから。癖の強い先生に出会う運命。飽きた入れられてるやん。塾の先生マジ癖強かった。パンダのコスプレします。マジ楽しみ。高校の成人式でなんかクオカードみたいなもらったんですよ。パンダやった、めっちゃ可愛かった。なんかパンダ、赤ちゃんパンダが生まれたじゃないですか。その記念のなんかクオカードみたいなやつもらってめっちゃ可愛かった。使えない、可愛くて。話し会パンダのコスプレで、これパンダのコスプレっていうかパンダのパジャマママに買ってもらった。パンダのクオカード。スネキア、みんなそれ見たい？パンダ見たい？カーパンダも期待しとくわ。パンダのクオカードほんまに可愛いね。赤ちゃん2匹パンダいて。じゃあまたお話し会に来てほしいの、みんな送ってきて、モバメの返信とかで。何も決めれてないから。はい、じゃあそろそろランキング読みます。13位、タカさん、ありがとうございます。12位はラミヒーさん、ありがとうございます。11位はユウさん、ありがとうございます。10位はゴジラ777さん、ありがとうございます。9位はみものさん、ありがとうございます。8位はあんけんさん、ありがとうございます。7位はゆばちーさん、ありがとうございます。6位はよしみさん、ありがとうございます。5位はしんごさん、ありがとうございます。4位はやまぴーさん、ありがとうございます。3位はミスミンさん、ありがとうございます。2位はあゆちゃん、ありがとうございます。1位はのぶさん、ありがとう。みんないっぱいハートとかタコとかもありがとう。ラブラブ。また卒業までいっぱいできる日はショールームしたいと思うので、みんな見に来てね。ショールームフォローしてない方はフォローと、ツイッターもみんな見に来てくれたら嬉しいです。ありがとう、見に来てくれて。大好き、ハート。おやすみー。